ようこそもっと知りたい話題へ。さあ、今回はとっても素朴でかなり難しいお話をしようと思います。題して、宇宙の果てはどうなっているのかについてです。皆さんは宇宙と聞くとどんなイメージを思い浮かべますか？絶対零度の空間が限りなく広がっているイメージ、美しい星の瞬きがどこまでも広がっているイメージ、まあ人によって様々な印象を持っているとは思いますが、共通して言えることはとんでもなく大きいんじゃないかってことです。まあ当たり前のことなんですが、宇宙の果てがどうなっているのかは誰もわかりません。そりゃそうですよね。行ったことないのですから。だからデータから推測するしかありません。例えるなら、大昔の人たちが地球っていうのは大きな像が支えている巨大なお皿で、海の端っこはそこも見えない大爆風になっているって考えるのと同じレベルなのかもしれません。そもそも宇宙が地球のように球体をしているのか、平面をしているのか、それともクラインの壺のような形をしているのかさえ分かっていないのですから。そこで今回は、専門家にさえ答えることが難しい宇宙の果てについてちょっと考察してみたいと思います。宇宙の広さは138億光年。宇宙が誕生したのは138億年前に起こったビッグバンによるものって話は聞いたことがあるかもしれませんね。宇宙はそれ以来ずっと膨張を続けているって言われています。実は私たちが夜空を見上げた時に見える星の明かりは全て大昔のものなんです。この宇宙には光より速く移動できる物質はなく、遥かな宇宙空間を越えて地球に到達した光が私たちの目に見えています。そう、それはリアルタイムの光ではなく、何年も何十年も昔に発せられた光なんです。例えば仮に私たちの視力がすごく良くて、10万光年離れた星の人々の生活が見えたとしよう。でもそれは現在の光景ではなく、10万年も昔の光景になります。ちょっとややこしいですよね。さて、宇宙が誕生した時期が138億年前ってことは、ビッグバン当時の宇宙の大きさが1だとすれば、現在は138億光年の大きさがあるってことになります。もっとも、宇宙の膨張スピードっていうのは加速度的に増えていて、遠ざかれば遠ざかるほど速さが増しています。だから現在の大きさに換算すると464億光年くらいになるって意見もあるそうですよ。いずれにせよ、宇宙が限りなく光に近い速度で膨張していたら、観測が追いつかず、宇宙の果てはどんどん広がっているってことになりますよね。ビッグバン以前の宇宙。ここで一つ疑問に感じるのが、じゃあビッグバン以前の宇宙って何があったの？ってことですよね。これを説明するには、ある法則を理解する必要があります。それは、エントロピー増大の法則。現在の宇宙はとても綺麗にまとまって見えるらしく、それはつまりエントロピーがとても低いってことらしいのです。仮にビッグバンが大破壊的なエネルギーを周囲に撒き散らしたのだとしたら、宇宙の状態はもっと乱雑になっていなければエントロピーの法則上おかしいんだそうです。さらにエントロピーは外部から手が加わらない以上、常にその値は上昇していきます。心霊スポットかなんかの廃墟がどんどん崩れていくのがまさにそれにあたるでしょう。そしてやがては無に返してしまうのがエントロピー増大の法則というものですと考えるのですが、ビッグバンというのは宇宙の始まりだったのではなく、逆に終わりだったんじゃないかって考えることができませんか？この考えはビッグバンに対してビッグバウンスって言われている理論なのですが、ビッグバン以前にあった宇宙が崩壊していくところから現在の宇宙は始まっているって考えです。同じようにエントロピーを考慮した宇宙の起源論には多元宇宙論なるものもあります。この理論ではビッグバンによって作られた宇宙はそれぞれが小さな泡のようなもので、別々の泡同士がお互い干渉することはできず、独自の物理法則を持つようになったんだってことになっています。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ここでいう泡というのが私たちの暮らしている宇宙のこと。つまりビッグバンによって生み出されたのは私たちの宇宙だけではなく、微妙に異なる同じような宇宙がいくつも生成されたんじゃないかって言われているのです。
なんかちょっと難しい話ですよね。宇宙の広さイコール認識。さて、話が横道にそれてしまいましたが、結局宇宙の広さというのは有限なのか無限なのかってことですよね。仮に有限だとしたら、その先には何があるのか。これは結局私たちが認識できる世界が全てって答えになってしまうと思います。日本が誇る261本のロボットアームを持つスバル望遠鏡が2006年に発見した IOK1 という銀河は当時最も遠いところにある銀河で、 128.8 億光年の彼方にありました。宇宙の誕生が138億年前とした場合、なんとビッグバンからわずか10億年くらいしか経っていない銀河を発見できたことになります。さらに2011年に正式に運用が開始された南米チリの標高5000メートルの山頂に建てられた巨大望遠鏡アルマは、130億年先にある生まれたての銀河を発見することに成功しました。さあ、ここで先ほどの話を思い出してください。遠くなれば遠くなるほど時間を遡って見ることになります。つまりアルマが見た130億光年先の銀河の映像は、言い換えれば130億年前の映像ということになります。つまり138億光年先の光を見つけることができたなら、そこには今まさにビッグバンが起きる瞬間が記録されていることになります。ちょっと頭がこんがらがってきましたね。でもこんな遠くの出来事を見られるアルマ望遠鏡ってすごいと思いませんか？超巨大望遠鏡アルマ。さてさて、実はこのアルマ望遠鏡、常識を覆すスーパー望遠鏡なんです。望遠鏡というのはレンズの口径が大きければ大きいほど性能が良くなりますよね。ハワイにあるスバル望遠鏡のレンズサイズは 8.2 メートルです。ところがアルマ望遠鏡の実質的なレンズサイズは直径 16km、 なんと山手線の直径に匹敵します。とは言ってもそんな巨大レンズを作ることは物理的に不可能なので、直径 12m のパラボラアンテナ54台と同じく 7m のパラボラアンテナ12台の合計66台のアンテナを可動式の車に搭載して運用しています。ズームを調整するときには戦車のような巨大パラボラアンテナがそれぞれ移動してピントを合わすんだから、すごいですよね。これがどのくらい遠くのものを見られるのかというと、 600km 先の一円玉を見分けられるくらいすごいらしいです。 600km って言ったら東京から大阪間に匹敵する距離ですから、本当人間ってすごいですよね。宇宙の神秘で、こんなにすごい人類の英知でも、実は宇宙空間のことについてはまだまだわからないことがたくさんあります。例えば広大な宇宙空間はどんな物質で占められていると思いますか？私たちが知っている原子とかの通常の物質はたった 4.9% しかないって言われています。あとは未知の物質です。現在こうじゃないかと言われている理論によれば、宇宙空間にはダークマターが 26.8%、 ダークエネルギーが 68.3%、 そして残った 4.9% が基地の物質って言われています。ちなみにダークマターもダークエネルギーも理論上の物質で特定はされていません。ダークエネルギーはアインシュタインが重力場の方程式を完成させる際に存在が提案され、ダークマターは様々な天文学的現象を解決するために存在が示唆されるようになりました。結局私たちは宇宙の果てどころか、宇宙が何で作られているのかもほとんど分かっていないのです。ただ言えることは、宇宙の果てとは私たちの認識の領域だということ。私たちが認識する距離が増えれば増えるほど宇宙の果てに近づくことになるのです。ただ問題なのは、その先はどうなっているのかってことなのですが、残念ながらその答えは分かっていません。このチャンネルは世界の都市伝説、謎、ミステリー、神話、雑学など幅広い話題を提供しています。よろしければチャンネル登録、評価の方のご協力をお願いいたします。それでは次の話題をお待ちください。